はい、どうもこんにちは、翔平です。タイトルの通りなんですけども、私翔平、増税後にですね、また年末爆買い散財してしまいました。ちょうど1年前にもさ、こういう動画を出したんですけども、非常に好評というかね、僕のお客様からもまた今年もぜひ散財系の動画爆買いしてくださいみたいな、リクエスト結構いただいてまして、なんか爆買いしてくださいっていうのもちょっとどうかと思うんですけども、っていうのでね、意外と、なんかそういう動画が見たいって言われてたのと、あとはね、自分で稼いだお金だから何に使おうと自由だと思うんですけど、なんか去年はね、ブランド物結構いっぱい買ったらなんか叩かれるまでいかないけど、なんかいろいろ言われてね、ちょっとどうなんだろうって、コメ欄の治安の悪さにちょっとびっくりしちゃったんですけど、今回もですね、またなんか年末ってなんだろうね、なんかすごいお金使いたくなっちゃうのかなっていうので、今回は去年とはちょっと一味違う感じの散財の仕方をね、してきたので、見たいという方が多いので、ちょっとそれをね、今日は何を買ったのか紹介していきたいと思います。サムネイルタイトル、何万円って書いてる？多分ね、100万超えてると思うんだよね。僕、数えてないんだけど、多分100、2、30いってるんじゃないかな。ちょっとね、恐ろしい金額ではあるんですけども、一個一個ね、お見せしていきたいと思います。そして、今回その散財したことによって、このチャンネルですね、大きく変わってくると思います。後で、ゆっくりとね、紹介しながら喋っていきたいと思いますので、それでは早速やっていきたいと思います。どうぞ。はい、まずですね、散財ポイント第1、こちらはですね、第1というよりも今回の散財ポイントの一つとして、かなり自分に投資をしました。それが、よいしょー、はい、こちらでございます。じゃじゃーん、何か上がるかな、これ。なんとですね、僕、4、5年ぶりぐらいに新しいカメラを買いました、こちら。ソニーの α6600 というね、ミラーレスの一眼カメラでございます。で、実はね、これもう取り出しております。それがこちらでございます。はい。今までね、翔平のチャンネル知ってくださってる方だと、僕のね、このカメラどういうのに使ってるか知ってる方多いと思うんですけど、そんな変わんないです、言うて。今まで通りね、ここがっちりとして、こういう感じで自撮りできるんですけど、あとプラスね、何が変わったかというと、このレンズ、シグマのレンズ、16mm の F1.4 っていうものを買って、さらにですね、外部マイクもつけて、なんとこのチャンネル、さらに画質よく、よりこうリアルなね、髪の質感とかをね、皆さんにお見せできるかなと思います。もっとちゃんといい画質でね、皆さんにお届けしたいなっていうことで、ほんと久々に買いました。で、こちらのカメラ、合計、レンズ、本体、マイク合わせて合計が、243,538円でございます。いや、高い。正直ね、これでも十分なんですよ。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、これ。こう言わないとわからないぐらいのレベルだと思うんですけど、よりこうやっぱ仕事しやすい環境にしたくて、かつね、いい音といい画質でね、皆さんにお届けしたいなっていう、自己投資で20万円使いました。そう、今回のポイントは自分自身の投資のために散財しました。だから今回はブランドものというか、ありますけど、どっちかっていうとね、そういったもののために、買いました。ということで早速ね、どれぐらい画質が変わるのか皆さんに、お見せしていきたいと思います。多分わかんないかな。いきます。3、2、1。はい、どうでしょうか。ちょっとね、まだカメラの設定わからないんですけども、ちょっと変わってません？背景のボケ具合とか、この髪のなんか立体感というか、どうでしょうか？音声とかも結構変わってると思うんですけど、どんな感じでしょうか？あんまね、変わんないかもしれないんですけども、今まではね、このコンパクトなカメラでやってました。ほんとね、もうこれ優秀すぎて音もいいし、オートフォーカス駆動も聞こえないし、軽い。これメインでね、やっていこうかなって思いますので、もしね、こっちのカメラの方が良かったっていう方いたらコメント欄で教えてください。それじゃあ二つ目紹介していきたいと思います。今回初めて買いましたね。じゃじゃーん！セリーヌでございます。はい。皆さんセリーヌご存知でしょうか？セリーヌって言ったらね、女性向けの、女性のブランド
ていうイメージが皆さん強いと思うんですけど、その今までサンローランのデザイナーをやられてた方がセリーヌに移って、でそのセリーヌで新しくメンズラインをこう出したっていうことでね、今まで女性ラインでずっとやってたのに新しくメンズラインでこうやってこうっていうね、なんかそういう精神というか気持ちというかすごい感動してね、あセリーヌめっちゃいいなと思って買いました。何を買ったかというと、じゃじゃん、こちらの箱でございます。なんだと思います皆さん、このサイズ感。それじゃあ開けていきたいと思います。じゃじゃん、お、まだ袋に入ってますね。それじゃあ中身の方お見せしていきたいと思います。せーの、じゃじゃん、でででスポンジボブ。すいません、ちょっと瀬戸さんみたいなノリやってみたかったんですよ。はいはい、もう実はね開けちゃっております。まあ何を買ったかと言いますと、じゃじゃん、こちらセリーヌの財布でございます。はい、お財布を買いました。で僕ずっとねこれコーチのこの財布、もうねここが破けたりとかして、もう中身もねすっごいポロッポロなんですけど、これをね、僕が18の誕生日の時に親から買ってもらって、そっからねずーっと使って、だからどのぐらいだ、7年ぐらい使ってて、すごいね愛着湧いちゃって、もうこれでいいかなって思ってたぐらいなんですけど、やっぱねいろんな人とねこう最近会ったりとかの食事する時とかにこうやっぱ財布出すじゃないですか。その時にちょっとなんかねボロボロなのを使ってるのはちょっと恥ずかしいなと思って、僕自身ねあんま財布現金に入れない派で、スマホとかの決済でもう割と僕の中ではキャッシュレスの時代が来てるなと思ってたので、あんまねなんか現金を入れるものにお金使いたくはなかったんだけど、まあね7年も使ったからさ、もうさすがに新しいの買えていいかなと思って買いました。はい、こちらはね価格大体10万円ぐらいしましたね。はい、すごいね軽くてねコンパクトで使いやすいんですよ。でやっぱねこのパカってこうなるタイプがすごいいいなって思いました。これ使ってたのがねずっと折りたたみ式でさ、でなんかねこうやってねこう財布出す時にねここが最初の方すっごい硬くて跳ね返ってくるんですよね。それがすごいね嫌で、だからだんだん柔らかくなってきて使いやすくはなったんですけど、あとはセリーヌの財布持ってる人は周りで全くいなかったので、大体みんな、大体っていう言い方もあれかもしれないんですけど、ルイ・ヴィトンの財布持ってる人多いじゃないですか。なんかね財布って言ったらみんなルイ・ヴィトン買いがちだと思うんですけど、っていうので誰も持ってないということでセリーヌにしました。だから皆さん買わないでください被りたくないんで。はい、ということでセリーヌの財布でございました。あとはですね、まあブランド物で言ったらグッチもね、この前そのロンゲンしてもらった時に言ってた同期のねまさきにプレゼントしたりとか、あとはねヤナさんが子供が生まれるっていうことでね、まあその誕生日兼出産祝いっていうことでグッチの可愛い靴下をあげたんですよ、赤ちゃん用の。まさきにあげたネクタイがどんぐらいだっけ、3万円ぐらいしたかな。そしてお次プレイステーション4。最近ですね、セールやってたのご存知でしょうか。セールでね、だいたい1万円、2万円ぐらい安くなってたのかな。っていうので、じゃあ、こちら。プレイステーション4 Pro 買っちゃいました。これがね、どんぐらいだろう、3万円ぐらいで買ったかな。で、ずっと普通のプレステ4持っててやってたんですけど、来年末にね、プレイステーション5が出るっていうことでね、そのつなぎとしてね、もうソニー大好きマンとしてね、これはやっぱり、プロ。これを買わないともったいないなと思って買いました。まあテレビもね 4K にしたばっかりなんでね、せっかくだからいい画質やりたいなと思って買っちゃいました。で古いやつは両親にねまたフラワーズと一緒に送って、まあお古だけどねプレゼントとしてあげたいなと思っております。そしてお次がですね、もう最近で言うと一番の買い物かな、めちゃめちゃでかいです、お見せしていきたいと思います。じゃあうわでけえ iMac でございます。27インチフルスペックでございますいやーパソコンね、なんか去年もさその爆買いした動画で確かねノートパソコン買ったって言ったと思うんですけど、なんかこう自分のスタイルと合わなくて、あとなんか不具合も起きてね、なんかこう使わなくて、結局今まで使ってた MacBook Pro、 これねアシスタント1年目の時になけなしの金貯金をはたいてね30万円で購入した自分のかけがえのないものなんですけども、もうこれでもね正直今までの編集十分なぐらいなんですよ。まあ、やっぱりもうちょっとね効率上げたいなとか、もう少しねこだわって編集したいなっていうのでこれを買いました。ほら最近さすごいなんか僕の動画ちょっと遊び心多いのが皆さん知ってます。例えばさなんかこういうことやってさ、こんなことやってさ、こんなことやってるから結構編集時間もねパソコンにもね負担がかかってねしまっているんですけども、だからそういうね動画をたくさんもっと増やすためにもね
効率よくするためにもこれ買いました。で最近はね Mac Pro ですごい有名だと思うんですけど、マーシーさんがね160万の iMac Pro っていう黒いやつ、これの黒いやつを買っていろいろ聞いたんですけど、正直あれに160万かける価値はねえって言ってて、それだったら全然 iMac で十分だと思うっていうのを相談して、僕はねこちらを買いました。価格がですね、まあこれを27インチ一番大きいやつでフルスペックで買って、価格が税込みで60万1810円でございます。高っ。やっぱさ、長くやってくからさ、どんどんね効率よくやっていきたいわけですよ。っていうので今回はね自己投資ということで買っちゃいました。あとは最近で言うと、まあ、11月ぐらいになるんですけども、冷蔵庫を買いましてですね、新しく。ずっとねもうちっちゃい冷蔵庫でやってて、最近出したロンゲルーティーンの動画でね気づいた方も結構いらっしゃって、あ、冷蔵庫買いましたねっていうコメント何件かいただいたんですけども、それをお見せしますね。それがですね、はい、こちらでございます。かなり大きいんですよ。じゃあ僕の身長よりも大きいね、この冷蔵庫買いました。これもね確か価格で言うと20万ちょいぐらいしたかな。最近やっぱダイエットとかボディメイク始めて、結構食材とかにこだわるようになって、自炊も多くなってきたんで、野菜とかね肉とか魚とかそういうのをねぶち込むために買いました。一番調べてね、なんかパナソニックのがね良かったんですよ。いろいろ入ってますけども、もうねこれも最高でございます。買ってよかった。はい、ということでいかがだったでしょうか。僕の中では一番ねこのカメラが変わったのがね結構テンション上がってますね。結構ね髪の質感とかもねリアルに映るようになったんでね、良かったかなって思います。これからのねヘアセット動画も期待していただければと思います。本当はね欲しい服とかなんかいろいろこうあったんですけども、やっぱりねたまにはこうやって動画のためにねいろいろこうお金を使わないとなと思って、今回の今年の爆買いはこうなりました。まあ、また来年ね年末、なんかこれも企画っぽくなってますけども、年末やるかもしれませんが、まあ毎年ねこうやって爆買いができるように仕事をね日々頑張っていこうかと思いますので、皆さん来年もね、応援の方よろしくお願いいたします。ということでこの動画面白かったら高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。